どうも吉本プラモデル部部長パンクブーブー哲夫です、えー、今日はですねこちらの段ダ,ダンモを使ったプラ板の箱組みをやってみたいと思いますさあこれが段藻ですねはい見えるかなえー、こっち側が 0.5mm、えー、こっち側が0 8ミリですね 0 5ミリと0 8ミリの段差を掘ることができます。さあ、この段もですが、どういう風うに使うのかと言いますと、えー、こう、これ、えー、0 5ミリ厚のプラ板ですね。プラ板を 1cm 幅に切っております。例えば、これのエッジにですね、えー、0 5ミリのこれを当てまして、こう、 いくように擦るんですねこういう風にこすることによって、えー、0.5mm 幅の段差を掘ることができますじゃあちょっと実際に掘っていきますね、えー、0 5ミリの幅のね、えー、あこれは何かと言いますとあのただの鉄の板に、えー、これは両面テープを 貼ったものですこれでね、あの固定してるとあの曲がらないんでね、暖簿がかけやすいんでね。さあ、これにこう当てて、こういうふうにシューッと、シュッこういうふうに掘っていきますね。見えるかな さあ、そのようにして掘ると、エッジの部分にこう段差ができますね。見えるかなちょっと、寄りましょうか。ほら。ね。段差が掘れております。こういう風に。これが、いわゆる段落ちモールドですね。まあ、これをモールドとして使ってもいいんですが、今回は箱組みに利用したいと思います。さあ。 これはですね、えー、先ほどの板を 2cm、えー、1cm×2cm に切ったものですね。例えばですね、これをそのまま箱組みすると、こう接着しますよね。そしたらプラ板の厚みの分、0.5mm のね、誤差が出るんですよ。ね。 それをこれをですねこのように段落ちさせたものにすればここにちょうどはまってで誤差も0 2ミリぐらいに抑えられるんですね。 しかも、こちら側に溶剤を塗りますんで、溶剤の分でプラが溶けて少し減りが出てきますね。そしたら、その分でまたさらに誤差は小さくなるだろうと。ね。ちょっとやってみますね。さあ、これは段落ちさせてないものですね。えー、これに、溶剤を塗ります。 ごめんなさいね。ちょっと雑になっちゃいますけど。はい。溶剤を塗ります、えー。溶剤を塗りましたんで、えー、プラが溶けて、少し減ります。ねで。そしてこちら。段落ちさせてあるものですね。これの段落ちしてる部分に、段落ちさせている部分に、こう。 はめ込む形で接着するんですねで段を作ってる分だけちょっと強度も強くなってますねこういうふうになりますわかるかなちょっと拡大しようかな ここにそのままはまるんですね。はい。これで誤差がだいぶ小さくなってるのがわかりますかさあ、そのようにして組んだ箱がこれですね。あのー、まあ、段落ちさせてある分、プラ板の厚みによる誤差は少し減ってるんじゃないかなと思います。まあ、多少の誤差はあります。多少の誤差はあるけどね。 あのー、正直、あのー、どんなやり方やっても、あのー、僕らの腕じゃ、ちょっとぐらいの誤差は出ます。なんでね、少しだけでもね、あのー、誤差が減るのがいいんじゃないかなと思います。以上、暖毛を使った、プランの箱組みでした。